タンパク質によって青色に変色したクマシーブリリアントブルークマシーブリリアントブルーはタンパク質の染色や定量分析に用いられる色素。クマシーブルーまたはクマシーとも言う。元は羊毛を青く染めるために開発された酸性染料である。分子構造の異なるクマシー G250 とクマシー R250 がある。なおクーモッシーは インペリアルケミカルインダストリーズ社の登録商標である。クマシー分子は、方向属アミノ酸などを介して、タンパク質分子に吸着すると考えられている。この性質が主役に応用される。クマシーは、ドデシル硫酸ナトリウムマイナスポリアクリルアミドゲル電ンキエドの染色に用いられる。感度は、銀染色より低いが、 染色液に付け出しするだけという簡便さから汎用されている。透明なゲルの中にタンパク質が青いバンドとして見える。SDS ページではタンパク質分子を SDS で編成させて営動するのでペプチド差の長さに従って分離することができる。この他 SDS を使わず代わりにクマシーで処理したタンパク質を電気営動する方法もある。 これを使えば、変性していない自然な状態に近い、タンパク質分子を、その分子の分子量ではなく大きさに従って、分離することができる。クマシー分子は、負の電荷を持つから、これを、タンパク質に混ぜると、タンパク質分子が、負に帯電しすべて陽極に向かって移動するようになる。クマシー G250 は、単独の酸性溶液では465ナノメートルに、 カシコの吸収極大を持ち褐色を呈するが、タンパク質に結合すると吸収極大が595ナノメートルに移動し青色に見える。これを利用したタンパク質定量法がブラッドフォード法である。この方法では、牛血性アルブミンなどを標準物質に使うが、タンパク質の種類によって感度が異なる場合がある。クマシーという名前はガーナの都市クマシーに由来し、 開発当時にイギリスがここを植民地化したことを記念している。この他にも占領の名前にはスーダン、コンゴなどアフリカの地名を取ったものが多い。ありがとうございます。